皆さんこんにちは。9月24日のコンサートの指揮をする原田圭太郎です。今年の子ども定期演奏会のテーマは音楽と感情。笑って怒って泣いて楽しんで、その中から僕は泣いてのコンサートを振ります。泣いてといっても悲しいだけで泣くわけじゃなく、楽しいから泣く、感動して泣く、それとも笑いすぎて泣いたりもしますよね。9月24日のコンサートにお越しいただいて、サントリーホールの美しい音響、そして東京交響楽団の情熱的な演奏を聞いて何か感じることがあったら嬉しいと思います。バイオリニストは木島真由。今回はアメリカ作曲家のフィリップ・グラスバイオリン協奏曲、日本ではなかなか演奏されないこの曲を聴いていただけるのがすごく楽しみです。それでは皆さん、サントリーホールでお待ちしています。